顔知るで年間10万円差がつく大家族 FP のお金の整理術を連載しております橋本恵美です。今すぐ使えるお得な情報をお届けしてまいります。今回はふるさと納税で乗り切る夏休みの昼ご飯におすすめの10選をお話しさせていただきます。夏休みもやっと半分が過ぎた頃でしょうか。子どもたちはもう楽しい楽しい夏休みなんですけれども、親の方は大変かなと思います。我が家もですね、もう毎日必死でございます。今日はコンビニで済ましてほしいというふうに思ったりもするんですけれども、今日を乗り越えてもまた明日明後日と続きますので、最後は私の持久戦のような形になっております。はい、で子どもたちこうやって毎日楽しく夏休み過ごしているので、ぜひ大人の方も一緒に楽しんであげたいと思うんですが、実際にはこのように大変な状況、これはでもあなた一人ではありません。私も頑張っています。全国のお父さんお母さんも頑張っていることと思います。共に頑張ってまいりましょう。で今回はそんな夏休みのお昼ご飯を乗り切るためのふるさと納税の活用法をおすすめしたいと思います。10選選んでまいりましたので早速始めさせていただきます。まずふるさと納税についてなんですけれども、詳細は他のコラムをまた見ていただければと思うんですが、ざっくりとお話をさせていただきます。自治体に寄付をすると上限額までであれば全額所得控除または住民税の控除ということで戻ってくる、控除されるというのがふるさと納税になります。で上限額までは自己負担2000円ですので、2000円でお礼の品がたくさんいただけるというのがふるさと納税のもう本当にざっくりとした説明になってまいります。で今ですね、給食費無償化になっている自治体が多いので、夏休みになると給食分の負担が家計の食費ということでのしかかってくるんですが、ふるさと納税を活用することで、2000円で夏休みの食費が賄えるという感じになってまいります。で今回はふるさと納税の中でも特に子どもたちでも簡単に調理できるような夏休みのお昼ご飯にぴったりなものを選んでまいりました。まず1つ目いきます。はい、何はなくともご飯は必須ということで、できればご飯の炊き方をマスターしていただきたいところなんですけれども、もう今からそれは間に合わないという方におすすめなのが、レンジでチンするだけで食べられるパックご飯になります。例えば福岡県の赤村夢つくしパックご飯は1万6000円の寄付で48個のパックご飯がいただけます。こちらレンジでチンするだけで簡単に調理ができますので、子どもにも簡単にできるかなと思います。次、2つ目はみんなが大好きなビーフカレーになります。北海道の根室町のビーフカレーですけれども、こちら甘口になってますので子どもでも食べやすいものになります。ふるさと納税の中には結構辛いカレーが多いんですけれども、こちらは甘口になってます。でまた北海道根室町の寄付のいいところは、1食1000円で寄付ができますので、例えばこう楽天市場でふるさと納税されている方でしたら、お買い物マラソンで1000円以上の買い物にも使えますし、あとは寄付金額のその上限までが中途半端に何千円みたいな時には、こちら調整するのにも便利になっております。でこちらのカレーはお湯で温めて食べることもできるんですけれども、それだとちょっとお子さんにはこう開けるときにですね、バッとこう飛び散ったりですとか、ちょっと難しいかなと思うので、先に開けて器に移してから電子レンジでチンして食べるといいかなと思います。で、またこちらですね、常温保存ができますので、冷凍庫を占領せずに保管ができるというのがおすすめです。はい、次です。次は福岡県新宮町の4種のハンバーグになります。こちらは個数と金額が割とこう自由に選ぶことができまして、4個5000円から20個1万円の範囲で選ぶことができます。4つの味のハンバーグをいただけますので、こちらもおすすめです。でこちらですね、冷凍で届くんですけれども、調理は電子レンジで調理するだけで簡単です。で焼く必要がありませんので、子どもでも簡単にできるかなと思います。はい、次です。次はですね、我が家も大好きなんですけれども、贅沢なうなぎのかば焼きです。子どもの昼ご飯にはちょっと贅沢かなと思うんですが、ふるさと納税は自己負担2000円でいただけますので、ぜひこちらも活用していただければと思います。鹿児島県大崎町のうなぎのかば焼きは1万3000円の寄付で2尾の特上うなぎをいただくことができます。
で、こちらはこういうふうに食べると美味しいよということで、先にボイルをして、その後焼いて食べると美味しいということが紹介されているんですけれども、もうこれはちょっと子供には不可能かなと思いますので、少し解凍して柔らかくして包丁が入るぐらいちょっと柔らかくして包丁で切ってから電子レンジで加熱しますと、これでももう全然もう十分美味しくいただけますのでおすすめです。はい、次です。次は自然解凍で食べられる贅沢海鮮丼になります。北海道北見市の贅沢海鮮丼セット、こちらは4個1万5000円で、8個3万円、12個4万5000円と3種類から選ぶことができます。で、こちらは食べきりサイズの小分けパックになっておりますので、食べる分だけ1個ずつ解凍して、でご飯に乗せて食べるだけなので、まあ、火も使わずレンジも使わず簡単にいただくことができます。はい、次です。次は魚の煮付けになります。北海道根室市の煮付け詰め合わせセット、こちらは1万4000円で24セットいただくことができます。こちらもいいところは常温保存ができますので、冷凍庫を占領されません。で、レンジで温めればいただけますので、子供でも簡単にいただくことができます。はい、次です。具沢山スープでおしゃれランチができるスープストック東京のスープがいただける静岡県静岡市のスープセット、こちらは1万5000円で6個スープストック東京のスープをいただくことができます。こちらは冷凍で届きまして、電子レンジでチンするだけで食べることができます。次です。次はもう電子レンジ調理とかではなくて、ちょっと料理に挑戦してみようということで、ミールキットをご紹介いたします。ミールキットはもう切ってありますので、焼くだけとか炒めるだけとかで簡単に調理をすることができます。茨城県大洗町の焼くだけミールキット、こちらは1万円で6食セットが届きます。で、こちらは冷凍で届きますので日持ちがします。で、なので、まあ、今日はちょっと教えることができるなとかっていう日に使われるといいかもしれないですね。はい、で、今料理をちょっとやってみようってお話しした直後なんですけれども、本当に困った時にはカップ麺もぜひ活用してください。カップ麺ですね、カップラーメンとかカップうどんとか、そういったノンフライカップ麺が12食いただける茨城県八千代町の麺ですね。こちらは1万円で12食いただくことができます。もう本当に困った時にはもうお湯を注ぐだけのカップ麺も活用してみてください。またですね、小腹を満たす豚まんも、こちらも紹介したいと思います。昼ご飯を過ぎてもこう夜ご飯までの間にもうお腹が空いてしまうこと多いと思いますし、ちょっとこう小腹が空いた時に助けてくれる豚まんのご紹介になります。大阪府大阪市のふるさと納税で1万円で宝来本館の豚まんが9個いただくことができます。で、こちらはですね、冷凍でも常温でもなく冷蔵で届きます。で、冷蔵で届きますので、賞味期限がちょっと短くて、製造日から5日から8日間ということになってますので、まだ食べないっていう場合には冷凍保存をしていただけますと約1ヶ月保存が可能ということですので、こちらもぜひ活用してみてください。はい、以上10選お届けしてまいりました。夏休みになると本当に毎日給食を作ってくれる給食のおばちゃんありがとうっていう感じなんですけれども、ぜひ残りの夏休み、このふるさと納税で乗り切ってみてはいかがでしょうか。ふるさと納税をしてみる場合には、まず先に上限額をきちんと確認しまして、そこまでの寄付をするというのが一番負担が少ない形になりますので、ぜひ利用してみてください。はい、この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。